それではお待たせしました。今からコラボヒーローショーを始めます。今日はこの調布の町活フェスに来ていただきましてありがとうございます。今から始まるのはローカルヒーローのコラボショーです。今ね、呼んでいるのがこの調布市で活躍している2人のローカルヒーローです。みんな、じゃあ紹介するね。まずギャラクシー警備猫ギャネックと超人グランマサラーです。あれどうも、大きな声で呼んでいただきありがとうございます。私はこの宇宙の主役、超銀河大スターガーンレイン。いやいやいや、呼んでないですよ。分かってますとも。口では誰を呼んでいても皆さんの心は常に私を求めている、そういうことでしょう。そういうことじゃない。あら、ギャネック、何かご用ですか？今呼ばれたのは俺。本当ですか？気のせいでは。そもそもあなたが誰かに言えるの？いや、みんな、俺はギャラクシー警備猫ギャネック。今日はこの調布町活フェスタを警備しているぞ。このイベントは地域のさまざまな団体の活動を PR することはもちろん、イベントに関わった人たちがその後もつながりを持つことでそれぞれの活動を発展させることを目的としたイベントなんだ。だから今日は俺もつながろうと思ってもう一人のヒーロー、グランマサラーとコラボする予定で来たんだけど。全然来ないじゃないですか。おい、グランマサラー、グラさん。光を切り裂く赤い彗星、ボーギャックレット、ブルドルザー。また呼んでもないやつ来ちゃったよ。あなたの知り合いですか？え、お前のだろ。どうも、お初にお目にかかります。改めまして、私はボーギャック帝国の営業主任、ボーギャックレット、ブルドルザーと申します。本日はマチカツフェスタということで、弊社の活動を PR させていただくために参りました。暴虐帝国、まさか銀河マモールのブラックリストに載ってる悪徳企業の暴虐帝国か。さようでございます。そんな奴が何をしに来たんだ？それはもちろん弊社の素晴らしさを伝えるための破壊活動です。お待ちなさい。いかがいたしましたか？我々の調べによると、あなた様も私どもに近い破壊活動をなさっているでしょう。目的は同じはず。あなたが何を破壊しようと知ったことではございませんが、この場で私より目立つことは許しません。そうおっしゃられても、これが兵士活動なのです。おお、いい度胸ですね。お前ら、喧嘩はやめるんだ。あ、そうだ。この場を破壊するのは私です。あ、しまった。そこまでだ。このカレーの匂いは。やっと来たな。俺のカレーは俺のもの、お前のカレーも俺のもの。華麗なるヒーロー、超人グランマサラ。待たせたな、ゲネック。待ったぞ、グランマサラ。悪いな、今夜食べるカレーの仕込みに時間がかかっちまったぜ。グランマサラ、相変わらずカレーカレーうるさいやつですね。今日こそは私の出世のために倒させていただきます。
確か暴虐帝国のレッド、レッドブル。翼を授ける。授けません。暴虐レッドブルドルザーでございます。ああそうかそうか、長いんだよな名前が。全くだな。いや、ギャラクシー警備猫ギャネックもまあまあ長い。ソウル、いきなりなんだよ。今話しているのに。グランマサラーさん、いつまでも目立ってるんじゃありません。今すぐ退場なさい。そうはさせるか。いいぞギャネック。あら、どうもガーミン様。ここは協力して奴ら二人をぶっ倒しましょう。ガーミン様と弊社の共同プロジェクトです。なるほど、さすが営業マン。隙あらば取引というわけですね。恐縮でございます。まあいいでしょう、それもまた一興。なんかあいつら盛り上がってるな。喋り方とかも似てるし気が合うんじゃないか。さあ始めましょう。調布町勝大破壊フェスタを。ふざけるな、このイベントは俺たちが守る。調布の非公認ヒーローを舐めるなよ。みんなギャネックとグランマサラを応援しよう。頑張れ頑張れ頑張れ。確かに俺たちのつながりは特別なものじゃないかもしれない。でもそういうどこにでもあるつながりがこの世界を支えてるんだ。だから俺たちはみんなの声からもらったパワーで、猫も杓子も美味しいお店も必ず華麗に守ってみせる。出なさい。黙れギャネック。あ、邪魔ですよ、暴虐なんとかさん。そっちこそ邪魔だ。どけガビ。脇役が偉そうに。今だ。おう。ランキャネックスパイシー。取引は破棄します。今回はご縁がなかったということ。
超激辛カレーと同じくらい手こずらせやがったぜ。それでも勝てたのはみんなの応援のおかげだな。ありがとう。本当にありがとう。2人も守ってくれてありがとう。みんな、今日できたつながりは俺とグランマサラーだけじゃなくて、ここにいるみんなにもつながっているんだ。お、ギャネンか、相変わらず熱いこと言うね。そう言われると照れるだろ。でもわかるぜ、つながったみんなはもう仲間なんだ。で、仲間の仲間も仲間、つまりみんなに優しくしてねってことだな。そうそう。例えば美味しいカレーをご馳走してくれたり。わかったわかった、俺に任せとけ、いくらでも食わせてやるよ。サンキュー。というわけでみんな、今日は来てくれて本当にありがとう。また会おう。バイバイ。またね。バイバイ。バイバイ。はい、皆さん、今日はギャネックと、グランマサラ楽しかったですか？おー、よかった、ありがとうございます。このギャラクシー警備猫ギャネックも超人グランマサラもこの調布市で活躍するコラ、ヒーローです。2人ともね、あまり覚えて知らなかった人も多かったと思うけど、覚えて帰ってください。それでは引き続き調布まちかつフェスタ楽しんでいてくださいね。ありがとうございました。